のりたけの森の前回コンプリートでは圧倒的なトップの評価を私から得た博多天ぷら高尾。前回のコンプリートから1年が経過したので2度目のチャレンジをするにあたって敬意を表してトップでの方点にさせてもらった。もしかしたら今回も3回ぐらい食べに来るかもしれない。人気店なので平日ではあったが開店10分前の10時50分に店前にすでに数人が並んでいた。だが十分に1回転目で入店できるのでそのままウェイティングした。待ち時間のうちにオーダーを取り始める。1800円のジョイタカを定食にした。前回同様に浅漬けと明太子おかわり自由、黒ウーロン茶飲み放題、白米が美味しい。そのご飯は大盛りがサービスがリミットだ。明太子おかわり自由でご飯もおかわり自由だとその化学反応がやばいのでこの制限は理解できる。なんといっても天ぷらを揚げたてでその都度配って回る。このスタイルで天ぷらの美味しさを2ランク上げている。なのでエビが天然の生きた車エビでなくても美味しい天ぷらとして味わえるのだ。このお店は良店だしこのショッピングモールの客層ともマッチしている。やはりかなりおすすめしたいお店だ。食べ終わってお店を出たのは11時半。店の外にはすでに10人ぐらいのウェイティングができていた。